We are ブレーザー第3節ベレーザが広島を迎えての一戦です。前半の24分、ベレーザはここで小林が受けて、選手も周りにいましたが自分で打っていきました。小林の先制ゴールが決まりました。迫力のあるシュートというよりかはコースを狙った技術の高い素晴らしいゴールだったなと思います。43分はベリーザです。植木から小林、ここは中村がブロックをしました。そしてコーナーから村松のシュート、まあ、ベレーザは前半コーナー多かったですよね。はい、多かったですね。そして後半もベレーザがボールを握って押し込む形は変わりませんでした。どこのシュートもありました。そして広島も、まあ、選手を変えながらという中でね、ここはベレーザのチャンスだったんですが、このキーパーの好みのファインセーブ。そして83分です。ベレーザはこれ小林が運んでいって、そして自分で打ちました。ここもキーパー好みのファインセーブ。小林選手、こういったプレーを次も期待したいですね。そしてこのコーナーの流れ、89分です。三浦のクロスに植木のヘッドで追加点。少しねふわっとした高いボールで難しいボールなんですけれども、もう体と頭で持ってきましたね。素晴らしいゴールです。2021-22ヨギボー WE リーグ第3節、日テレ東京ベレーザとサンフレッチェ広島レジーナは2対0で日テレ東京ベレーザが勝利をしています。